ます。さて、タイトルは、新着論文レビューをテキストマイニングとなっておりますが、同じテーマを私と、僕の後に話してくれるガッケルさんがやるので、まず私はこのジョということで、ジョの方をお送りしようと思います。私が所属する統合牧場技術開発部第2課こちらですね。で、やってきたことを少しずつ説明していくつもりです。この一番下がこの TAB2012 が、Twitter の ID になっておりますので、このアイコンで、やってますので、こっちも一応確認してますので、何かご意見ご感想ありましたらいつでも後飛ばしてください。よろしくお願いします。じゃあさて、いきなりこんなスライド出てきて、おそらく皆さん、何言ってんだこいつは、わけわからないよと思いでしょうので、まず私が統合牧場でどういう扱いになっているのかということを簡単に説明しておきます。DBC レースに開設された統合牧場でやっていることは大きくこの3つで、統合 DB を、作る人たち、技術開発をする人たち、そして技術制作をする人たちで構成されております。統合 TV については、皆さんで、今までの RA さんや話があったと思うので、そういうデータベースを開設するような仕事をしています。で、この一番下の技術制作部では、ライフサイエンス分野で使われるような画像とかをイラストレーターなどを使って制作してくれる人たちが所属しています。でそしてその中で私が所属するのはこの技術開発部、その第2課なんですけど、主にコンピューターを利用した技術開発とサービスの提供を行っております。はい、技術開発部なんですが、第1課は、DNA などの塩基配列を解析、加工、利用、表示などをする、技術開発を行っています。正確に真下で、というのは、第1課はちょっと去年の段階でやっていた RA さんが皆さん卒業されてしまって、ちょっと部署は残ってるんですけれども、今やっている人がいないというちょっと状況になってしまってますので、ぜひもこういう技術開発をしてみたいという人は、こちらに来てやってみてください。教えてくれる人もいっぱいいると思うんで、ぜひともやってみてください。そして第2課、我々第2課では、生命科学分野で、そこに存在する論文や書籍といった人の言葉で書かれた文献をコンピューターで大量に高速に解析する技術開発を行っております。その開発の一環として、人の言葉、これを自然言語というんですが、その自然言語のうち私は日本語を対象にして生物学の論文を処理解析する研究を行っています。そして行ってきました。はい、やります。この1年でやったことですが、ところでそもそも私は、この統合牧場のことを去年の第2回収穫祭のことで収穫祭に出席して知りまして、ライフサイエンスの技術研究をしていると聞いて興味を持ちました。でその後4月頃に、牧場に面接見学に行ってきまして、牧場とスタッフの中澤さん、長久保さんに、日本語で書かれた論文から自動で生物学の用語を抽出できたらすごく面白いんじゃないと言われまして、そういう、論文の中から用語、文献の中から大事な言葉だけを抜き出してくるような作業みたいなことをまとめてテキストマイニングというのを言うんですが、これをやってみたら面白いんじゃないかと言われました。でも残念ながらというか、僕はあまりそれまであまりプログラミングをというのをきたことがなくて、その時のプログラミング歴は、2010年の10月にようやく真面目に勉強し始めて、4月に来て、これありますよって言われて、でも技術開発したいなと思ってたので、で話をしている間にそのテキストマイニングっていう分野があって、そういうところではDNA みたいな大量のデータをガーッと扱うんではなくて、ちゃんと日本語で書かれた話をそういうふうに処理するっていうことがやられるということなので、それを聞いてなんか面白そうだなと思って、で、それについて試してみたいようなアイディアもちょっと浮かんだので、じゃあよろしくお願いしますということでやらせてもらうことになりました。で同時期に報告されたアッキルさん、この後喋ってくれますが、彼と、同じ課題に挑戦して、いろいろ試して作ってみることにしました。その後いろいろやってみたんですが、それは別に日々でした。はい、さてではまず、日本語で書かれた生物学論文なんてどこから手に入れるんだというふうに思われる方がいっぱいいらっしゃると思いますが、それはこのライフサイエンス統合データベースプロジェクトっていうものがありまして、この
TV シリーズとかでやられているプロジェクトなんですが、そのプロジェクトのコンテンツの一つにある新着論文レビュー、今回のタイトルになっていますが、そこから手に入れることができます。そのライフサイエンス統合データベース LSDB と訳してますが、これは増え続けるライフサイエンスデータベース、いろいろありますが、それらを統合して使いやすくしようというプロジェクトで、今回のその新着論文レビューもその一環になっております。で、そしてこちらが、そのライフサイエンス新着論文レビューというウェブページ、ウェブサービスの、トップページのところです。通称このファーストオーサーズっていう名前がついておりまして、このファーストオーサーズでは、ネイチャー、サイエンス、セルといった、生物学会ではトップジャーナルとされているその、ジャーナルに投稿された論文について、その筆者さんに、日本語による論、その筆者、そのファーストオーサーが日本人の人に、そのあなたが出した論文についてのレビューを日本語でレビューを作ってくださいとお願いして、それに作っていただいたものをここに表示し公開しているというサービスです。このサービスは、2010年9月に公開を開始して、2012年2月現在では、270本を超える、論文が掲載されています。そしてこの日本語論文のリソースを利用して、私は1年間日本語のテキストマイニングをしてきました。はい、さて話を申しますが、与えられた指令というか、やってみたいなと思ったことはこちらでした。生物学用語を抜き出すということです。まずこの生物学用語というのは、遺伝子とか核膜とか小胞体とか、こういった単語のことで、ライフサイエンス分野の文献では出てこないような、日常的にあまり使わない単語みたいなことを、今回は提起していて、これを、いわゆる日本一般的に語られる日本語から分離して取り出そうという、試みをやってみました。はい、これができると何が嬉しいのかと思われますが、ある論文の生物学用語だけをバーって見れれば、その論文を全部読まなくても、その論文が何を主眼にして書かれたものなのか、そしてその論文が生物学的な発見をどんなものを発見して、それを読者に伝えようとしているのかってことが一目で分かるようになります。なのでこれをやれると結構嬉しいことが、あると思われます。この情報化社会では大量の論文や文献が毎日のように、パブリッシュされていますので、その全てを熟読する時間はなかなか取れないものが現状です。なのでそれを大量かつ高速にコンピューターで処理して、人の理解の助けにするようにしようというのが、今の現行の問題というか解決法になっています。はい、ではまず、じゃあ実際にその新着論文レビューの論文から生物学用語を抽出してくる様子を見せておきたいと思います。このスライドには、2012年3月2日に公開された論文、刺激の豊かな生育環境での記憶学習能力の向上にはモータータンパク質 KIF1A が必須であるという論文ですが、その冒頭部分を示します。タイトルと要約の部分です。で、これをちょっと見ただけではこの論文が一体どんな内容を持っているのかということをすぐには分からないと思いますので、この表示している情報を僕の作ったプログラムにかけるとこんな感じに、その生物学用語と思われる部分がハイライトで表示されて、見られるようになります。はい、これを見ていただけると、例えば、マウスとか脳とか、モータータンパク質とか、そういった単語がこの論文の中では一番重要だなというふうにされているんだということが分かるようになります。はい、でこうして作成したプログラムは、統合牧場、上の統合牧場になりますが、そのウェブページ、ウェブサーバーの上で公開しております。プログラム名は現行ファブスと呼称しています。開発言語には Perl 言語を使用しました。FAVS は First Authors Biological Words Search の略で、First Authors のページから生物学の用語を検索するという意味です。で、このスライドはそのトップページの様子です。はい、First Authors Biological Words Search。ご覧いただいたように、FAVS は、First Authors 新着論文レビューの論文から生物学用語を取り出すプログラムで、単語に重み付けを行って、それを抽出するようにプログラムしました。私が開発を開始した当初は、コマンドライン上でPerlプログラムを、起動して、その起動した状態で、ファーストオーサーズ の論文のページの URL をコピー&ペーストで持ってきて、でエンターキーを押すと処理されて、その実行結果が、
テキスト回路に吐き出されるというなんかシンプルな動きをするものでしたが、それをまあみんなに使ってもらおうと思うと、皆さんのコンピューターにまずパールをインストールしてもらって、それで僕が用意したそのソースコードを持ってってもらって、でそのコンピューター上でパールプログラムを走らせて、さらに URL をこうわざわざウェブブラウザーからこうタネベースで持ってきて、でようやくエンター機を押して、でテキストデータをもらうかどっかフォルダに作って、それをダブルクリックしても見れないみたいな、ちょっと使いづらいものだったので、それはちょっとあまり良くないなと思ったので、その作成したプログラムは、さっきも言った統合牧場のウェブサーバーの上で動かすことにして、実際にその利用者の人には自分のコンピューター上に用意されているウェブブラウザーで私の作ったプログラムのホームページに飛んでもらって、そこでまあ論文をこうブラウジングしながら、あこれなんかちょっと気になるなと思ったものをクリックしてもらうと、それが勝手に情報がサーバーに送られて処理されて、さっき見たようなハイライトの様子が見られるように対応しました。で、これがファブスの、確か作成したその論文一覧の表示ページの一部です。でこのページはファーストオーサーズ新着論文レビューの元のホームページに対してアクセスをして、そこからタイトルを随時持ってきて、でここに表示するようにしただけのプログラム、まあ、CGI です。で、この中で例えばこの最もアクセルタルとかそういう論文をクリックしていくと、そのクリックした論文の元の、新着論文レビューの URL が自動的に送られ、サーバー上に送られて処理が始まるというようになっています。例えばこの最初の一番上のタイトル、最もアクセル度の高い人髄芽種サブタイプの新規のマウスモデルの確率というところをクリックしていただくと、このように、処理した論文の様子がすぐに表示されるようになっています。ここまでクリックしてからこの画面が表示されるまで約2秒、一瞬で出てきます、はい。このページでは先ほどお見せしたように、生物学論用語と考えられる単語がハイライト表示されていて、それでハイライト表示された状態でこの論文を読むことができます。で、この二重防線の下にあるこの、頻度演算テキストっていうところのリンクをクリックしていただくと、このようにテキストデータがバッと表示されて、実際にそのファブスがどうやって動いて、どういう決算結果を返したのかってことが見れるようになっています。でこのリストは左側にその論文の中に使われていた単語で、右側にその単語がどれだけ生物学用語として使われている可能性が高いかっていうものを表した重み値、まあ、スコアを表示するようになっています。右の数字が高いほど、その左側にある単語は、生物学用語であると考えられる可能性がすごく高いということを示しています。いろいろ試していく中で、我々というか私がいろいろやっている中で、まあ、このスコアが大体100から200を超えてくるようになってくると、ほとんどがもうそれは生物学用語だなと、まあ、一般的な生物学者見ればそう思うなっていうふうに考えられるようになって、で50より小さくなってくると、例えばなんか筆者らみたいなあんまり関係ないような単語が並ぶようになるんだなってことが分かりました。で実際にさっきのハイライト表示したのはその生物学用語だなと思われるところだけなんで、実際にそのどういうところ、どこのスコアを足切りにして生物学用語と一般的な日本語を分けているのかっていう話は、まあ、ZIP の法則みたいなものが使っているんですが、まあ、その辺はとりあえず今回は割愛しておきます、はい。あとここからは作成したプログラムのファブスの動作について簡単にですが説明したいと思います。生物学用語を抽出するためには、まず文章を単語ごとに区切って取り出す必要があります。この作業は例えばこの下に用意した英語は単語の間に必ずスペースが入っています。なので文章を単語に区切っていくことは普通にできることで、あまり難しいことはないんですが、日本語みたいなものだと、まあ、皆さん使っているから分かると思いますが、全ての単語を並べて表示してあるので、どこからどこまでが単語として切っていいのかということが、まあ、見ただけでは分からないので、まずこれを行う必要があります。で、つながっているこういう言葉を、言葉が意味を持つ最小の単位、形態素って呼ぶんですが、その形態素を、分類して、その形態素がどういう品種を持っているのかということを解析することを、この形態素解析って言います。でこの形態素解析については、まあ、私たちがやることではなくて、もう今まで情報科学の分野ですごく研究がなされてきたので、まあ、今回はその情報科学の分野でやられたことを、まあ、私たちは借りて
それを取り使わせてもらおうということにしました。はい、でその使用した日本語の携帯素解析プログラムは、東京都大学情報科学科と NTT が共同開発したプログラム、こちらのメカブと言います。メカブはいわゆる昆布みたいなの食べると美味しいあれですなんかこの開発した人がなんかすごく好みだったってだけで、このメカブっていう単語になんか実なんか意味がないんですよね。なんか調べたんですけどまあメカブって言います。でこのメカブ、例えば携帯素解析エンジンについてはまああまり知られてないかもしれないですが、もしかして知ってる人もいますかかもしれないですが、例えば茶筅とか、いうのがあったりしますが、まあ、それと同じでメカブも、コマンドラインから読み出して日本そのメカブに対して例えばなんか日本語をバンと与えると、その日本語をこういうふうに携帯素じゃないかっていうふうに解析して表示してくれるっていうプログラムです。で今コマンドラインから実行するって言ったんですけど、これをいわゆる C++ とか Perl とか Ruby とか Python とか Java みたいなプログラム言語から利用することができるようなバインディングも、もう京都大学の開発チームが用意してくれていて、そいつを利用することができます。はい、僕は Perl を使っていますが、 Perl を使ってやりました。でこれは一応メカブの様子なんですけれども、先ほどお見せした論文のタイトルの、最も悪精度の高い1追加種サブタイプの新規のマウスモデルの確率っていうやつをこのメカブにバンって渡して、この後エンターキーでバッてやると、そのメカブさんがガーッと計算してみて、こんな風に切るのがいいんじゃないかっていう風に答えを返してくれます。で、メカブでは日本語の分割に対してどういう基準を設けているかっていうと、多線みたいないわゆる隠れマルコフモデルを利用しているんじゃなくて、文法の知識、日本語の文法の知識と日本語の辞書、このメカブの中に持っているんですが、それを利用した条件確率場っていうものを利用しているらしいです。僕もあまり詳しいことは分からないので割愛しますが、まあこれを使ってみると、そういう今まで使われていた隠れマルコフの多線とかよりも早くて、さらに正確に切れてくれるっていう話らしいです。はい、でこのメカブには使用している先ほど言った辞書について、そのシステムがもともと使っている辞書と、ユーザーが後から与えることができる辞書っていうのがあります。でそのユーザーが与えられることの辞書を、例えば僕がそこに生物学の用語をバリバリバリって書き込んでいくと、そのユーザー辞書を使ってメカブが動いてくれるので、その生物学用語がメカブがちゃんと認識できるようになって、でそれをそのメカブが得られた計算結果を利用して、重み値を把握していくってことができるようになります。なので便利です、メカブさん。はい、さて次は、メカブで作られた、メカブから得られたその単語の、単語をどのようにして生物学用語と判別しているかについて説明したいと思います。でここからが僕が、考えて作ったプログラム FABS の内容になっていきます。で使用した言語は先ほども発信した Perl で、ほとんどが Perl 使ってやってます。でそれについて、内部でメカブを呼び出して、まずは、論文の全ての情報を単語に区切ったものを取得しています。でそのプログラムの中ではその後メカブが切断した単語一つ一つがどれだけ生物学用語として思われるかってことを、スコアを計算することによって判別しています。でこの下の表には先ほど論文 その最もアクセントの高い人を追加したタブタイプの新規のマウスモデルの確率について、どんなふうにその論文の中でスコアがつけられたかについてちょっと用意しているんですが、例えばこのアクセントみたいな一般的な単語は、まあ、10ぐらいの重みしか出てこないし、で人追加種とかサブタイプとかマウスモデルみたいないわゆる生物学論文でよく見るような単語については、まあ、2200、2130、3500といった高いスコアが入ってきています。でさらにそこに含まれる新規とか確率とかいった単語については、計算結果からそもそも外れてしまうんですね。でこれはまあ説明しないかもしれないけど、プログラムの中でその新規とかいう確率とかいった単語は出力、そもそもそんな単語一般的すぎて論文生物学用語であるわけないじゃないかっていうふうに判別して出力が抑制されてしまったってことを示しています。なので、さっき見せたようにハイライトではこの人追加種サブタイプマウスモデルってとこだけがハイライトで表示されるようになっています。ではまず、では次にそのスコアっていうのはどうやって計算しているのかって話ですが、まずその論文とか、その文章の中の単語の出現回数を調べています。例として3月2日に
掲載された論文、刺激の豊かな生育環境での記憶や学習能力の向上にモータータンパク質 K1F1KIF1A が必須だよという論文の、冒頭の要約部分を持ってきました。この中で出現する単語のいくつかのうち、いくつかのうちを下の表に示していますが、この要約の中でそれぞれの例えば刺激とか環境とかいった単語がどれだけ出現するかっていう回数を右に示しています。まあ見てもらうと、例えば刺激っていう単語は左上、真ん中、ここの3番目、ここに3回出てきているので3っていう数字が返ってくるようになっています。はい、でここに示したのはほんの一例ですが、プログラムの中では実際には実際に全部の論文に対してこの表を作って、その表の単語一つ一つについて出現回数をカシャカシャっと計算していっています。で、まあ、実際点数見てもらうとあんまりそんなに区別がつかないように思われますので、実際にはその後スコアに対して補正をかけています。で、次に補正の話ですが、スコアの補正にはプログラムの実行前に用意して実行中にも更新している特別な辞書群、僕が用意したんですが、その辞書群を用いています。その中の一つに、低頻度語辞書というものが存在しまして、その低頻度語辞書には、多くの生物学用語、例えば細胞とかタンパク質とか神経とか、そういった生物学用語を登録してあります。で、この低頻度語辞書にヒットした単語のスコアはもう勝手にプラス1000点1000点上げていますので、一気にもう区別がガンとつきます。で、その他にも辞書を使っていますが、例えばさっきお話ししたその出力抑制に使う出力抑制語辞書みたいなのもあります。まあ、いろいろ使っているんですが、それらの処理をいくつか実行すると、最終的にさっき見せた表の中でマウスと脳とモータータンパク質 KIF1A 海馬、神経栄養因子の点数がガクッと一気に上がって、まあ後で見た時にこれはほとんど生物学用語だっていうふうに見ることができます。でこの生物学あでこの低頻度語辞書なんですが、どういうふうに作成しているのかという話をしますと、まず、ある論文の中ではスコアが小さくなってしまうような単語、あんまり出てこないような単語なんですけども、そういう単語を別に取っておいて、で他の論文に対してこのプログラムを実行した時に、その取っておいたさっきの単語がその論文の中に出てきてないかなと思って、で見てみると、この論文の中ではさっきはあんまりスコアが大きくなかったけど、今回はスコアがすごく大きかったみたいな単語が出てくると、あ、じゃあこのさっき低頻度だった単語はやっぱり高頻度なんじゃないかって言って、それを低頻度語辞書に追加して登録してるようにしています。はい、以上、伸びてきた動作を、インターネット上を介して、いつでもどこでも実行できます。まずこの左上の先ほど見せたファブスのホームページにアクセスしていただいてもらって、でそこで、ユーザーの人は、マウスで好きな部分をクリックしていただくと、そのクリックした情報がクエリとしてサーバーに要求されます。でサーバー上にはさっき僕が用意したファブスっていうプログラムがありまして、そのファブスプログラムがここで走って処理を行って、でハイライトをつけた HTML をと、その実際にどんなスコアになったのかっていうテキストファイルを出力します。でまずこの、ブラウザの表には先にこのハイライトの表が表示されて、さらに欲しいなっていう人はこっちのスコアのテキストファイルの方も見ることができます。さて、今まで話してきた動作の内容の中では、その新着論文レビューという情報だけで、完結しているように思われますが、生物学の辞書を作るのに、他の外部の知識も利用しようと考えまして、皆さんもよく知っていると思いますが、この巨大ウェブ百科事典のウィキペディアというものを用いて、ウィキペディア辞書というものを作りました。ウィキペディアでは、その各記事、いろいろ皆さんが参照していると思いますが、あれらの記事はカテゴリーに分類されておりまして、そのカテゴリーをたどっていくと、一番てっぺんのカテゴリーをさえ見ておけば、その下に存在するカテゴリーやそのページについて、それらを全て自動でたどることができます。なので、僕はそのカテゴリー生物学っていうところをまず頭に置いて、その生物学の中に含まれる、範囲のカテゴリーをこう自動で、追っかけていくようなプログラムを作成しました。でそのプログラムは月に1回実行していて、月に1回そのウィキペディア辞書がこの生物学を頭に書き換えられていくようになっております。でこのウィキペディア辞書は、低頻度語辞書を作るにあたって、
その定品のポジションにもやっぱりなんか生物学っぽくないなって思われるような単語で入ってしまうことがあるので、そういう単語をこのウィキペディア辞書に照らし合わせていく作業を行うことによって、その定品のポジションから取り除くことができるかなと思ってます。で、まあ、そういう作業は週に1回、行うようにしています。まあ、クーロンを使ってサーバーで勝手に動かしてます。で、これらの、自動更新の様子は Twitter ボットで確認できるように、まあ、おまけとしてプログラミングしてみました。で、このパブス統合っていう、TwitterID が、まあ、週に1回と月に1回つぶやきます。で、適当にこのパブスに対してパブス統合に対して後を飛ばしてやると、まあ、本来はなんかお前の今の活動状況どうって言うと、まあ、良好ですみたいなこと返事が返ってきますし、なんか適当にメッセージを送った時に多分これ返したんだと思うんですけど、まあ、なんか返事もしてくれます。で、このボットもまあパールで作成しまして、統合牧場のウェブサーバーに置いてありますので、まああまり面白くないですが、まあ、参考までにどうぞ。さて、以上が、本年の私が行った仕事でした。はい、で、さて、今後の展開ですが、今のプログラムでは、与えられた生物学論文にしか見てないので、他の文献、元生物学の文献っていっぱいあるんですけど、それに対して利用することはまあできないみたいな状況になっています。これをまあやるためには、先ほども用意した、プログラムが用意した辞書群を、例えば定品のご辞書みたいなやつをもっと成長させていって、ちゃんと中身を正しいものにしていけば、まあ、もうちょっと汎用性も上がるかなと思っていますので、まあ、この辺りの研究は今後も続けていきたいなと思っています。で、論文筆者の、他にもその論文筆者が勝手に作った生物学用語っぽいなんか変な単語とか、まあ、カタカナの表記って人によって適当なんか英語をどうやって読むかっていう話になってしまうので、ちょっと揺れたりするんですね。で、そういうところがちょっと今用意しているプログラムだけでは追い切れない部分があるので、そういうところに対しても、まあ、ちゃんと対応できたなと思っております。で、まあ、それはあとプログラム側の問題もそうなんですけど、メカブがそもそも正しく切ってくれないみたいなちょっと曖昧な日本語っていうのもまあ存在しておりますので、そういう時は、今はとりあえずそのメカブが持っているユーザー辞書の方を僕が、まあ、月に1回ぐらいちょっと見て、ああやっぱこれちょっと変な風に切れてるわと思ったら、そのユーザー辞書の方に登録してメカブにこういう風に切るんだよって覚えさせたりしてるんですけど、まあ、そういう作業も本来は自動化されているといいなと思ってるんで、まあ、それが自動化できるといいなと思ってます。はい、まあ、最終的には生物学用語を取り出すだけでは面白くないので、その生物学論文、生物学用語がどういうつながりを持っているのかってことを論文の中の文脈を追うことによって、まあ、イズア関係とかパートオブ関係とかをちゃんと区別できるようにして、で、論文を読まなくてもその論文にどういう知識が含まれているのかってことを自動的に抽出できるような、まあ、本当のテキストマイニングをやっていけるようになったらいいなと思っております。さて、これまで生物学論文のテキストマイニングっていう今までの生物学がなかった仕事についてちょっと語ってきましたが、生物学とかライフサイエンスとか聞くと、まあ、いわゆる動物とか植物とかと戯れたり、まあ、DNA や細胞などを薬品で処理したりっていうふうに思われるイメージを皆さん持っていると思いますが、そういう研究成果や新知識っていうのをデータベースにして、それを皆さんに共有していくことも、まあ生物学では必要なことだと思います。で、生物学の研究だけではなくて、現在の、科学の分野の研究では当然過去の論文とか文献とかを参照することは当たり前になっていますが、その新たな知識を計算機でマイニングやデータベース化していくという仕事はあまりいないというのが、まあ、今のところの現状になっております。しかしながら、しかしながら、情報化社会を迎えて日々大量の論文が発表されて知識が肥大化する一方で、もはや人の手でこれらを全て、まあ、目で見て、これがこういう知識があるんだということを抽出するということは、まあ、ちょっともう不可能にかけております。なので、それらを大量かつ高速に処理できる計算機によるパワーが必要不可欠になっております。はい、まだまだ私がやっていることは全然、このテキストマイニングの分野でも氷山の一角に過ぎないので、このテキストマイニングについて、情報抽出とかについて興味を持たれた方、まあ、プログラムをなんか作るにあたってこんな手法があるんじゃないかとか、こんなこと思いついたよみたいな人、さらにこのプログラムを作ってその大量解析とかすげえ燃えるわとか思うときてはぜひとも統合牧場でそういう研究をしてみてください。我々は随時仲間を募集しております。
ぜひともね、ぜひ来てみてください。どうぞ、よろしくお願いします。はい、最後になりましたが、いつもお世話になっております。僕とスタッフの皆様、技術補佐員、アレの皆様、DBCS の皆様、どうもお世話になっております。今後もよろしくお願いいたします。はい、以上です。